ございます。ジムです。アニマルテイルシャープ12始めていきたいと思います。このシリーズではとある物語に沿ってサブ島の無人無島を島クリエイトしていきます。シャープ12では地図のこの辺りハムスキのお家周りに大型アプリで追加されたあのアイテムを活用した可愛い畑を作っていきたいと思います。畑はね、可愛いだけではなくお料理をする時にもとっても便利な場所になるので、みんなの島クリエイトの参考になれると嬉しいです。それではやっていきましょう。今回は生放送で地形作りを行いました。詳しい作り方はアーカイブを覗いてもらえると嬉しいです。奥に続く細長い川、これで島の奥行き感を表現しております。畑はね、水が大事ということで、この川の周りに畑を作ろうと思っています。そしてハムスケのお家を高台の上に設置してみました。それでは初めに一番主要となる畑のね部分を作っていきたいと思います。今回畑はかなり実用的な畑にしたいので、アプリで追加された全ての野菜と元々あるかぼちゃをね全部植えていきたいと思います。なのでまずは黒土の道を選択して、川の近くから土を伸ばしていこうかなと思います。そして1列開けて、また黒土の道を引いて、もう1列開けて引いていきます。あ、間違えた。ペタペタペタ、こんな感じ。そしたら間を土の道を選択して埋めていきます。こうすることで道がねつながらず、畑の土の縦長さを表現できるかなと思います。ペタペタペタ、6列にしようかな。ちょうど野菜が6種類なのでね、こんな感じです。そしたらここに、お野菜を植えていきます。並び順とかもね結構重要ですよね。もう外側に薄い色の小麦、内側に濃い色の人参やじゃがいもみたいな感じで、濃い色と薄い色を交互に植えていこうかなと思ってます。白土の道のところには濃い色のトマト、そしてねまだね茎の状態なので、お水やりもねちゃんとやって育てていきたいと思います。トマトの隣はジャガイモかな。で、少し間を空けて家具をね置く場所もね取っておきます。このなんか植えてる作業さ、ほんまに農家さんになった気分ですごく楽しいよね。ジムは結構この作業好きです。サトウキビも植えて、で最後かぼちゃかな。かぼちゃはねいろんな色があるから、ちょっと色を散らばせようかなと思います。よし、こんな感じです。わー、育つのが楽しみ。そして忘れずにね水やりをやりましょう。これに、ね、水やりやらないとさ、一個だけ実るなんか寂しい畑になってしまうのでもさもさした畑にしたいので、水やりを忘れずに。よし、いい感じ。そしたら少しだけ家具置こうかな。今回からね倉庫がね追加されたので、島くりすごく便利になりましたよね。使う家具もね全部倉庫にしまっておけば、自分が畑島くりにね使おうと思っている家具が一覧で見れて、とても取りやすいです。まずは横向き丸太の柵、今回の新柵ですね。畑の手前側をね区切っていきます。こうするとよりね畑に敵を寄せ付けない感じになっていいかなと思います。柵と、そして次に畑には欠かすことのできないこれです。これかかしを置いていきます。いや、これ置くだけでさ一気にさ畑感増しますよね。手前側にスコップ置こうかな。ここ1個のっけて、しょぼいスコップを飾ってみる。シュッと、なんかちょっとかかしが畑やってるみたいにも見えなくもないところが面白い。この背景にもいろいろものを置いていきます。ちっちゃめな荷台を用意したりとか、今回のね新家具 DIY 家具ですね、木箱を使いたいなと思ったけど、ちょっと色変えようかな。結構色味違うのたくさんありますね。ホワイトとかも可愛いな。このブラウン目の色がいいのと、シールが貼れるのが素晴らしいですよね。まあ、今回はやっぱりこのフルーツかな。ちょっとこの色にリメイクしてみて置いてみよう。木箱ほんと、あ、ちょっと濃いな。濃いからさっきの色でシール貼ろうかな。うん、こんな感じで、で木箱の上に確か物が置けるので、野菜のバスケット、これも今回のね新しいアイテムですね、を置いていこう。うわー、すーごい美味しそう。なんかこの不思議な雲の感じと野菜との色のコントラストが素晴らしいですね。いいね。手前側に積まれた袋とかどうかな。これも新家具ですね。まさに畑にありそうな肥料とかが入ってそうな袋ですね。これもすごく良いので飾っていきたいと思います。あー、ディスプレイボトルを手前に置くとそれっぽいかな。ふんふん、いい感じ。まあ、こういうね家具を使ったこうまとまり感を出していくと見栄えが良くなりますよね。お米丸
ルタの柵をこっちにも立てちゃうのはありか。ちょっとカメラを倒した時に視界を遮ってしまうので微妙ですね。やめて、アルミウッドテーブル、これも新家具ですね。これを置いて、この上に買い物袋はどうかな。この組み合わせはいいんだけど、ちょっと背高いな。猫車かな。畑の土を運ぶ感じでね。うんうん。こんな感じのまとまりを作りました。じゃあ次はここの背景を作っていきます。西部の街並み。これも新家具。めちゃくちゃすごい家具なんですよね。窓がついていて、夜も光るんですよね。ちょっと夜の景色もね、完成したら見たいな。これを2つポンと並べていきます。そしてさらにこの後ろに風車を置きます。ポンと。この風車がね、ほんまに可愛いし、すごく背高いから、結構ね、置くだけでほんまに映えるんですよね。遠くからの見た目をチェックして、もうちょっと奥にずらそうかな。こんな感じの位置関係。そしたら、この左側にね、道が繋がっているので、この道との繋ぎ目をね、作っていこうかなと思います。で、今回使うのは、ちょっと悩んだのですが、獣道をね、使っていこうかなと思います。お借りしているマイデザインはすべてね、概要欄の方で貼っているので、よかったらこちらチェックしてください。今回はリルさんの獣道を貼っていきます。ペタ、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 ペタ。ここにね、たまたまね、石があったんですよね。なんで、この石もちょっとしまくりに使っていこうかなと思っております。あるものは活用する。ピタ、ピタ、ピタ。とりあえずこんな感じかな。で、そしてここにね、ハムスキーが野菜をこの島の子たちに配達するためのスクーターをね、置いてあげたいと思います。でハムスキーが乗ってるようです。ちっちゃくってね、ハムスキーが乗れそうなのところがいいよね。そしてこのスクーターの家具すごいおしゃれ。かわいい。さらにハムスキーはこのスクーターをちょっとね、もっと活かした色に、ね、染め上げようとしている途中で、ペンキ缶なんか置いたりとか、スプレー缶なんかを置いて、活かした色にね、染め上げようとしている最中という設定にしたいと思います。こんな感じ。このエリアだけで物語始まりそうな感じするよね。いやー、ほんと新家具すごい。そしたらこっち側にも道を引いて、ペタ、ペタ、ペタ。お、黄色の風船は打ちたいな。新家具かもん。しまくりに使えたらいいな。ででん、3万ベル。ありがとう。お金はありがてえ。で、隙間に木を植えていこうかなと思います。このさ、西部の街並みの裏も木生やせるから、風車が隠れない程度の位置で、この辺とか生やしてみたらどうなるかな。ほんと。お、西部の街並みの後ろから、あ、待って、木がちょっと漏れ出てる。これはちょっと微妙かな。漏れ出てますね。微妙やね。この辺りとか崖の上とかに木植えたい時に、ツルとかをね、しまくり中に生やしといて、登り降りできるようにしておくと、すごく便利ですね。ツルはこのまま生やしといても、崖が寂しくならなくていいかもしれない。そして風船は、じゃじゃん。ボアブルゾン。服もらった。高台の上の木の位置を調整して、バランスを見ていきます。遠くから眺めて、バランスをチェックすると、風車と木の色が被っていて微妙だったので、針葉樹に植え替えようかなと思います。ポンと。そうするとね、色が被らず良くなったんですけれど、木は高台に移動した方が見栄えがいいかなと思ったので、移動してみました。こんな感じです。木を上に持っていったことでスペースが余ったので、ここに何かを作ろうと思います。樽やミルク缶を置いて、飲み物を売っている場所にしようかなと。テーブルに野菜やトマトのピューレを置いて、そしてね、今回のテーマであるとあるアプデで追加されたアイテム、そう、埴輪をね、置きたいと思います。この埴輪が、ここでトマトピューレや牛乳や野菜を売っている小売場所みたいなイメージで配置しました。そして周りに低木を植えたりとか、地形をね、少し調整するために崖を植えたりとかします。そしてこんな感じに仕上げました。高台の下から見える位置にも何か家具を置きたいなと思い悩んだんですけれど、まずはじめに柵を立ててみましたが、ちょっと微妙だなと思ったので、麦畑をね、端っこに生やして遠目から見てみると、結構モサーとしてていい感じに見えたかなと思います。少しモサモサしすぎなので、間に低木を植えて間引くことで、いい感じのバランス感に仕上げました。余った麦畑は、こっちの畑の手前側にね、生やしておこうかなと思います。ポンポンポンと、いい感じ。
そして先にね、右側を少し埋めていきたいと思います。右側も同じように畑を作っていきます。さっきよりは少し小さめですね。黒土の床と白土の床を交互に生やしていきますが、ゆきみちゃんがカマキリを追いかけていてとっても可愛い。そして人参やサトウキビ、小麦を植えていきます。畑の後ろに柵を立てて、その手前側に家具を置いていきます。まずポット苗木セット、そしてコーヒーの木、マスターからもらえるやつですね。その隣には積まれた袋を置きます。あ、座っちゃったこれ間違えてね、座っちゃうんですよね。この上には座らないように匠ライフの植木鉢を置きます。ほんと少し位置を調整して、手前側にビンタくんが座っているのを観測。めちゃくちゃ可愛い。畑の隣のスペースにもとある停留所を作っていきたいと思います。まずはウッドデッキの前デザインをお借りしているので引いていきます。真ん中も埋めていってこんな感じ。そして背景に素朴なパーティーライトを置いて位置を調整し、その手前側にも新家具、ホロ馬車を置いていきます。なんか西洋の街並みにありそうな荷物を運ぶ馬車ですね。これがすごく可愛いので2つ停留させます。そしてその隣に木を植えて、手前側にまっすぐ土の道を引いて道路を作っていきます。そしてこの道路にもホロ馬車を走らせます。緑にリメイクしてあります。これを引くものを何か悩んだんですけれど、トラクターがね、意外と合うような気がするんですけど、ちょっと時代が合わないかなということで急に最先端、大間さんに引っ張ってもらいたかったんですけれど、スプリング遊具が手持ちでなかったので、とりあえず木馬で代用。そしてこの木の手前側も荷物置き場にしたいので、千枚漬けの樽やウリちゃんから教えてもらえるタケノコの水に、あ、間違えてデデンしてしまいました、失礼しました、の瓶を置いたりもします。そして道路があるからには交通整備が必要ということで、ハニワさんにね、交通整備を頼もうかなと思います。そしてついにハムスケのお家に続く階段を立てていきます。自然なスロープを立てていき、お金を払い、翌日まで待ちたいと思います。次の日、スプリング遊具が届いたので早速飾っていきます。一人だと寂しい、重たそうだったので二人置いていきます。お、早速よきみちゃんが触ってくれていて可愛い。そしてハムスケのお家周りを作っていきたいと思います。まずは背景に柵を立てていきます。柵、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 柵と、ハムスケのお家の外観とすごく似合っていていい感じ。手前側に風車をボンと置き、広葉樹も置き、手前側に小さめの畑を作っていきます。黒土の床を引いて柵を手前に立て、ハムスケが好きそうな明るい色の野菜を植えていきます。トマトとかかぼちゃとか人参とかですね。そして低木を周りに植えていき、この少し出っ張っている部分にも風車を置いて下からの眺めを確認していい感じだったので、坂からお家までを獣道でつながせてもらい、そして隙間には木箱を置いて、その上にヤジロベイを置き、ヤジロベイくんは積まれた袋を見守ってくれています。また少し畑の大きさを調整してかかしをね、置くことにしました。水やりも忘れずに。そして家の手前には黄色の猫車、ハムスケのお家のカーテンの色と合わせました。そしてこの風車を管理している埴輪もね、設けようと思います。床にマイデザインを引いてスツールを置き、その上にポーハニワを置きます。黄色ですね、透明感が美しくって背が高いので風車の管理人に向いてるかなと思い、余ったスペースに麦畑を置いて、そして階段とね、手前の柵の間、隙間にも低木、麦畑、麦畑、麦畑、低木、低木という風に埋めていき、ハムスケのお家周りはこんな感じで仕上げました。
それでは次にこのエリアを島クリエイトしていきたいと思いますと思ったんだけど、左奥になんかいる。ジャスティンが捕まってしもうてる。え、そこに挟まるのって感じの場所に挟まっている物好きですね、ジャスティンさん。そんなところで橋の上から見渡すジャスティンさんもイケメンでいい感じです。はい、ということで、じゃあまずは道引いていきましょう。土の道を選択して引いていきます。ここにはね、とある者たちが集う休憩所みたいなのをね、作ろうと思っています。ペタ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 、シュ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 。そしてここに石のスツールを1、2、少し伸ばして3と円状になるように並べて、この上にじゃじゃん、今回のテーマである埴輪をね、置いていきます。この石のスツールの上に置くとね、結構可愛いんですよ。ちょうどいいサイズ感で、じゃん。みんなね、ちょっと渋めの色に染め上げてみました。色的にこっちをカタカタにしようかな。カタカタカラン。で、この子たちが何をしているかと言いますと、真ん中に飯盒を置きます。ご飯休憩です。取れたてのね、お米を使ってご飯休憩をしている風にします。埴輪たちは動きがあるので、これだけですごい盛り上がってるみたいで可愛いですよね。さらに装飾していきます。この背景の部分に鉄骨を置いて、隣にアルミウッドテーブルを置きます。で、この上に野菜のバスケットを置き、さらに右側には鶴のランプ、これも新家具ですね、ツルレシピを置きます。ランプがゆらゆらしていてすごい可愛いです。ハムスケも来て盛り上がってまいりましたね。そして手前に木箱を置いて、濃いめの茶色にしてみました。この上にこの竹の弁当箱を置きます。ここでね、炊いた米を使ってお弁当を作っているみたいなイメージで、さらにこの子たち盛り上がっているので、ヴィンテージなスツールを置いて、この上にラジカセを置きます。これをね、聞きながら盛り上がっているみたいなそんな設定にしようかなと思います。で、この子たちはもちろん畑仕事もやるんですけれど、ハムスケが乗るね、このスクーターの整備も担当しているので、この辺りに積まれたタイヤなんかを置いて、予備のタイヤをしっかりとね、準備してあげていたりします。こんな感じで、この余ったスペースにはあちら側にデコイさんがいるので、こちら側にも水たまりを引いてデコイさんを配置します。向かい合わせ、あ、ここもね、横板の柵じゃなくって丸太壁の柵にしようかなと思い立ち、差し替えておきます。低木生やして、余ったスペースにお花を生やしたり、雑草をね、植えたりしますと思ったけど、雑草植えるスペース、あ、あったあった、よかった。よし、こんな感じで、こっち側の余ったスペースにも雑草生やしとこうかな。ちょんと休憩所までの道なりに石をね、設けて埴輪たちが歩くスペースを設けます。で、タイヤの整備もしていると言ったので、こっちにもね、タイヤの遊具を置いて、エリアのね、区切りを作っていきます。埴輪の休憩所はこんな感じかな。待って、ずっとジャスティンあそこにいるな。ちょっと気になると面白いですね。かなり賑やかなスペースになったんじゃないかなと思いまして、この隙間も少し埋めるために石をね、引いたりとか、手押しポンプをね、置いたりしましょう。水やりですね。ふんふん、いい感じ。あと、そういえばね、野菜が実ったんだけど、ちょっと気づいたことがあって、トマトと小麦と麦畑、サトウキビはちょっと背が高いんですよね。これあんまり考慮できてなかったので、背の高いものを外側に持って行って高さのバランスを取りたいなと思ったので、サトウキビとカボチャの位置を入れ替えようかなと思います。こういう細かい見栄えも気にしていきたい。ポン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 。よし、こんな感じで、この背景にも柵を立てようかなと思います。横向き丸太の柵ですね。エリアを区切っていきます。柵柵柵と、余ったスペースには雑草を置いて、より賑やかになったかなと思います。で、この辺りの隙間には低木を植えたりとか、道と道の隙間には石を付け加えたりと、ちょっとずつね、装飾を足していきます。で、ここのね、埴輪さんは牛乳とかトマトピュレとか、ちょっと液状のものを販売してくれてるんだけど、他にもね、置きたい家具ができて、それがこれです。パック飲料、あ、見えないメープルちゃんが突っ立てて見えませんが、これですね、オレンジジュース
とか、あとリメイクも多分できて、牛乳とかにできるんですよね。ちょっとこれリメイクパニーの島持っていこうか。あとついでにこの家具の色も気に食わなかったから持っていきます。リメイクしようか。うわぁ、思ったより種類がある。あ、牛乳やっぱいいな。リンゴジュース、ブドウジュース、野菜ジュース、野菜ジュースめちゃくちゃ良くない？畑に。ポタージュも美味しそう。どれもパッケージが細かくて感動しました。野菜ジュースにしようかな。せっかくね、取れたての野菜を使ったジュースということで、リメイクしようか。ディスプレイボトルブラウンにしようかな。そしてこの間カップ麺をゲットしたんですけど、あ、これも種類すごい。じゃあこのグリーンカレーにしてみよう。緑だから。ディスプレイボトルをポンと置いて、うん、馴染んだ。カップ麺どこ置こうかな。この手前側に置いてもいいかも。ポンとご飯と一緒に食べるカップ麺。あ、これもしかして触ったらめくれるの？ペロリン。めくり方が面白すぎる。いいね。で、ここにヴィンテージなスツールを置いて、その上にパック飲料の野菜ジュースを置きましょう。若干椅子から落ちそうだけど、まあ、ギリセーフということで、庭飲み物屋さんのラインナップがね、かなり充実したかなと思います。メープルちゃんも、パシャリと。いいね。次がこのエリアを作ろうかなと思います。すごい小さいエリアですけど、まず金ピカを掘って、おう、ハムスキヤッホー。そうだ、ちょっとね、皮の形を調整したいなと思うんですよね。こっち側を削るかな。はい、ほんの少しだけ調整しました。で、ここにまず道を引いて、石畳引いてみようかな。いや、土にしよう。少し角丸めて、で、ここにも石のスツールを置いていきます。3つほど。ほんと。で、ここに何を置くかというと、左のね、畑で採れたてのね、野菜をポンと置いていきたいと思います。このね、野菜のアイテムはもちろん植えるのもいいんだけれど、置くのもすごい可愛いんですよね。なので一つ分けておいて、で、これはこの畑で採れた野菜ですよという目印のために斜めの道しるべを置きます。で、これを販売しているのがスッポンハニワですね。ハニワさんなんかすごい野菜販売してる感あって可愛いんだけど、この頭の膨らみの中にベルが詰まっていそうです。いいね、いいね。音もいいし。そしてハムスケがそこに座る。小さな野菜販売スペースとなりました。ちょっとごちゃっと感が寂しいから、なんか下に引こうかな。こういうレンガを縁に引いて、少しお店感を足しましょうか。こういう少し寂しいところにはマイデザインをね、はみ出すようにお借りすると、自然にも馴染みやすいし、簡単に可愛くなるし、おすすめです。素敵なマイデザインの公開ありがとうございます。あ、そうだ、住民さんさ、ハニワに対してさ、一緒にリズムに乗るような仕草するんだよね。これが本当に可愛くてさ、ハムスキがスポハニワと踊っている感じ、いいですよね。ハニワも本当にまるで生きてるみたいです。こういう余ったスペースには白い菊でも生やしとこうかなと思います。ほんと。そして次はこのエリアなんですけれど、ここもね、さっきと同じく道がちょっとシンプルすぎるので、少し装飾をね、もたらしたいと思います。レンガの道で若干模様をつけていきます。水たまりを1,2,3 と引きます。まあ、ここに3個並べたから何をするかは察しがつくかもですが、このね、アヒルのおもちゃを3連チャンしたいと思います。アヒルの更新ですね。いや、この家具追加された時ほんと嬉しかったあ、しかも待って、これプーって音鳴るんだ。本物のアヒルさんのお風呂にプカプカ浮かべるやつみたいに音が鳴るの、可愛すぎるでしょう。神家具ですね。で、今までデコイさんで並べていたところを、ちょっとあえてね、今回は埴輪にも馴染むアヒルをね、チョイスして3連チャンしようと思います。この背景悩んでるんだけど、あれかな、花にしようかな。白い菊と黄色の菊を交互ぐらいに並べてみる。おー、可愛い気がする。これ奥にも生やしたいな。黄色、埴輪を挟んで黄色、この道の切れ目を隠すようにポスッと。アヒルの後ろには雑草を生やしといて、この辺は石ころを散りばめとこうか。ちょっと埴輪さん背がちっちゃくなっちゃったから、穴にね、隠れちゃうので、石のスツールの上に置いてあげましょうか。うん、いい感じ。この辺の隙間にはマイデザインの石でつないで、雑草も生やして、あと出口までの道なりを、そうだな、次のエリアに続くので、とりあえず土の道をね、引いとこうかなと思います。メープルちゃんが座っているところだけ濡れずに進んでいきます。
道をすかさず引いて、道半ばには雑草も生やしておこうか。もしこんな感じで道にメリハリをつけようかなと思います。ここには鶴を引っ掛けようかな。斜めの入り口、そうすると遠目から見た時のアクセントがいい感じな気がします。はい、ということで細かいところを調整して完成させて物語の続きを描いていきたいと思います。ジムはこれからもあつ森の島クリエイト動画などをお届けしていくので、チャンネル登録と高評価ボタンのポチリをよろしくお願いします。ジムは Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の物語でお会いしましょう。ジムでした。バイバイ。